Ain't no way! ここで捕まったら変態扱いですぞ。ニュースの見出しはセックスオフェンダーになります。冗談じゃねえ。横浜99かと。ああ、中華街の方じゃねえんだな。ついでにうまいもんでも食えると思ったのによ。そっちもこれから好きなだけ行けるって。多分つくもんとこまで少し距離あるぞ。タクシーで行くか？それもいいけど、ちょっと歩いてみよっか。初めての街だし。悪くねえ考えだな。よう、ちょっと待てタボ。ん？あれ見てみろ。なんだ、勝手に何撮影してんだ。やめなさい。なんだよ、別にいいじゃん。撮影禁止とかどこにも書いてねえし。とにかくよせ。だからなんだよ。理由は俺らの自由っしょ。あ、おい、どうしたろ。お前が今倒したよな。いや、風だって。風で倒れたんだよな。あ、うん、風今ビューって吹いたよ。だから取るなって。最近のガキはやり口が可愛げねえ。同感、観光気分も台無しだ。じゃ考えてることは一緒か？確かめてみる？いや、また言いがかりっすか。あんたおかしいっておっさん。お前らな。出ましたね、お前ら。そっちこそ何様なんすか？え？店の前でたむろされちゃ邪魔だって。そう言っただけだろ。他のお客さんに迷惑だから。今のは編集でカット。へえ、そのスマホ新しいやつ。ちょっといい？そうだよ、カメラ綺麗に撮れるんだね。親に買ってもらった？あっ、蹴った。今あいつ榊を。そんなわけないじゃん。それよりこのスマホちょっと汚れてない？貸してみ。あっ、返せよスマホ。スマホね、返してほしかったらまず倒した看板直そうか。マジ舐めやがってよ。避けてんじゃねえぞ。Beat the shit out of one of these stupid ass kids. The cell phones will get one of y'all little asses whooped in the street. Y'all better leave people alone. Welcome back to Judgment. This is the first episode was the prologue, so we are still in chapter 1. We opening up a new fight style. This is the snake style. You gotta parry for the snake style. I might go for the plot on this, I might not. This is one of the games you gotta play the game 2 times, bro, and that's like 100 hours. I don't know, man, we'll see. We'll see. You can skip the tutorials again. I parry how he okay, come here. Oh, hey, little bitch. All right, come on, swing. What? You just keep knocking me over. Hey, it didn't work. Hey! All right, let's just guard now. Come on, man. Come on, come on, come on. One more. Come on. Stupid ass bitch. Can we cancel the Come on, swing. Matsui. Matsui! Let's see where the story takes us, people. Look at his feet. Damn it.よう、お前さっきの技はなんだよ。こっそり腕磨いてやがったな。合気道か？そんないいもんじゃないよ。ただの我流。けどガキ相手にはちょうどいいだろ。これあいつらの落とし物です。好きに処分しちゃっていいと思いますよ。 ありがとうございました。本当に助かりました。さっきのは星稜って高校の学生たちですよ。一応進学校なんだけど程度が低いっていうか子供なんです。世の中舐めてますって顔してたな。カムロ町であんな真似してたらすぐに締められるね。この辺も少し裏に入れば怖いのがいますよ。ヤクザとかハンピン・リューマンってギャングとかそういうやつらの前ではやんちゃなんかしません。相手を選んで生きがってるわけですか？ええ、自分たちより弱そうな相手にね。じゃあこれで少しは薬になったか？どうでしょう。でも私は嬉しかったですよ。他に誰も助けてくれなかったけどあなた方は違った。この辺の人じゃないんですか？まあな、こっちでちょいと一仕事する予定だ。横浜99課って探偵事務所、あんた知ってるか？いや、すみません、聞いたことないですね。いいんです。じゃ俺らはそろそろ。そうですか。よかったらこれ受け取ってください。ほんの気持ちです。横浜99か。あれが杉浦たちのヤサだな。へえ、案外しっかりしてるな。よおお、いやーどうもご無沙汰でした。八神石。いらっしゃい、お二人さん。元気だった？この野郎、連絡もよこさねえでいつの間にこんな事務所。おっ、あおっと、このくっしゃらくせえ。さすが元泥棒。前より腕上げた。泥棒じゃなくて窃盗団ね。同じだろ。やだな、僕は私利私欲で盗む連中とは違うから。強気をくじいて弱気を助ける義賊的なやつだよ。まあそれもずっと前に足洗ったわけだけど。いい事務所だな。少しうちに似てる。そりゃまあ僕らが目指すは八神探偵事務所だから、憧れの先輩ですよ。ささ、どうぞおかけになってくだされ。早速依頼内容のブリーフィングを。なんだブリーフィングって状況説明ってこと。まずは今日のアジェンダからご説明しましょう。アジェンダ？議題のことね。うちの所長、意識高い系の会社を参考にしてんだよね。優しい目で付き合ってあげて。いいと思うよ。最初は何でも真似から始めるもんだ。というわけで、八神氏たちにご助力賜りたいのは、最近探偵業へ増えつつある案件でして。どうでしょう、なんとなくお分かりになりますかな。神室町じゃまず来ない案件だと思うね。横浜ならではってことか。分かった。じゃあもうあれしかねえ。中華街を仕切ってる連中の島争いだ。だろ？ああ、そういやこの辺、ハンピン・ニューマンってギャングがいるんだって。そう、そのハンピンなんとかの構想が依頼のネタだ。今のところこちらにギャングの構想はありません。我が社で増えている依頼というのは、いじめについての調査報告です。いじめか。うちの子がいじめられたようだから証拠を集めてくれとか、加害者を特定してほしいといったものですな。親としては自分の子供にいじめの証拠があったら裁判楽だし、それで学校にも責任問えるでしょ。子供っていくつぐらいの？一番多いのは中学生です。あの時期の男子はテストステロンという性ホルモンが急激に増えるんです。すると攻撃性や支配欲が強まるんですが、まだ脳が未熟で理性が利きません。それでいじめが起きやすくなります。思春期ってやつか。ただ今のは男子限定の話なんだろ。女子にだっていじめはあるよな。ええ、いじめには他にオキシトシンという脳内ホルモンも関係すると言われています。オキシトシンは男女問わず仲間への信愛を司るもので、例えば母親が子供を見たりした時に多く分泌されます。うん、それだけ聞くと善玉みたいだけど。そうですね。太古の昔、オキシトシンを持つようになって人は仲間と助け合うことができました。特に出産直後に子を抱えて無防備な女性には仲間たちの助けが必要でした。オキシトシンがその支え合いを促したのです。そしてそうした行動の取れる群れでなければ子を育てられず、厳しい自然を生き残れなかったでしょう。しかしやがてこの仲間への思いが強くなっていくと、今度は群れの足を引っ張る存在を裏切り者とみなすようになりました。例えば働きもしないのにただ収穫物を食べるだけのもの、彼らを放っておいてはやがて誰も働かなくなり、その群れは全滅してしまいます。確かにな。だから裏切り者には仲間内で制裁が加えられました。当時群れが生き残るためにその制裁は正義だったはずです。裏切り者をきっちり迫害した群れほど結果的に淘汰されずに済んだでしょう。つまりそれが私たちの祖先です。じゃあいじめはその時の名残ってこと。本能に組み込まれてる的な。全部ホルモンのせいかよ。もちろんそうは言いません。でも人は仲間内の異物を排除する傾向にありますよね。空気の読めないものを KY、 反応の鈍いものをノリが悪いといじめませんか。歴史上もそうやっていろんなマイノリティが迫害されてきました。世界中で古今東西を問わず。だいぶ勉強したみたいだな。主につくもくんがね。僕は体張る担当なもんで。なるほど。ではついでながらもう一つ面白い話があります。人は裏切り者を見つけるとそれを制裁したいという欲求に駆られます。なぜならそうした制裁を下すと脳がドーパミンという快楽物質を出すんですよ。つまり正義をなす時、人は食事やセックスをするのと同じぐらいの快感を得てしまうんです。ならその正義が歪んだものだったら大変だ。暴走して歯止めが効かなくなる。まさにその通りなのです、八神氏。で俺らに手借りてって依頼もそのいじめ絡みなんだよな。ええ、依頼人はとある私立校の理事長です。校内にいじめがないかしらみつぶしに調べてほしいというのですよ。ただしなるべく波風を立てないように。その学校の規模は1学年にクラスが6つ、3学年で18クラスですな。全校生徒600人余りです。僕と杉浦氏だけでは手が足りません。夜その依頼人と外で会うことになってんだ。そこで詳しい内容を聞く予定で、その時は2人にもいてもらいたいんだけどいいよね？段取りいいじゃねえか。駆け出しの探偵社にしちゃ上出来だ。それまではご自由にどうぞ。場所は八神さんたちの歓迎も兼ねて中華街の店をセッティングしといたから、教員楼って店に現地集合でお願い。分かった。お気遣いどうも。あったぜ多忙。教員楼ここだ。そろそろ着きましたかな八神氏。我々はもう着いていますぞ。ああ今店の前。わかりました。では受付でつくもの連れだと言ってください。了解。慣れたもんじゃねえか。あいつずっと満喫で引きこもりだったんだろ。俺らももううかうかしてらんないね。出発するか。さあさあ、こちらが先日お話しした八神氏と海藤さんです。神室町の名探偵ですぞ。つくもさんからお噂はかねがね。私は奥田と申します。私立星稜高校の理事長をしております。なあ星稜高校ってさっき定員煽ってたガキどもの？多分そうだね。何か今日街でお宅の生徒さんたちを見かけました。店の人を怒らせといてそれをスマホで撮ってたんです。7、8人で取り囲みながら。あっちゃー、八神さんたちがそんなの見たら素通りできないよね。おお、まとめて鉄拳指導してやったぜ。鉄拳？いや、ではその私は聞かなかったことにした方が良さそうだ。まあそう言うなよ理事長。腹割ってオープンに行こうや。海藤さんはもうちょいビジネスライクにしようか。奥田理事長、明日から早速調査に入りますが、改めて詳しい依頼内容を教えていただけますか？ええ、もちろんです。本校も日頃いじめ問題に取り組んではいますが、それでも常に不安なんです。果たして十分に防止できているのか、そしてもしすでにいじめが芽吹いていたなら深刻化する前に摘み取るべきでしょう。つまり肝心なのは事前の予防です。それで探偵に依頼を？ええ、そんな風に思っていた時99課の看板が目に入ってきましてね。ホームページを見たらすでにいじめの調査なども実績としてあった。これは運命かなと。な、大げさな。けどうちが今までやってきた案件って大抵最初からいじめの加害者は誰か分かってるわけで、僕らはその証拠を揃えてきた。今回みたいにあるかどうかもわからないいじめを探すっていうのは初めてでさ。故にここに集いし4人の探偵が必要なのですよ。なんか作戦があんだな。ええ、今回の証拠の収集には動画撮影が有効です。すでに小型の隠しカメラをかき集めてありますよ。それをいじめの起きそうな校内の死角に仕掛けていこうかと。まずは期間限定で2週間ほど撮影することにしましょう。いじめを隠し撮りってことか。ただもしその隠しカメラがうっかりバレたりしたら大問題になります。誰にも気づかれない場所へ巧妙に仕掛けなければなりません。そこがベテラン探偵の出番というわけでよく言うよ。守衛さんや先生たちにも隠し撮りのことは内緒。この件は理事長と僕らしか知らないですよね。ええ、知っている人間が多いほど秘密は漏れるものですから。それに八神さんはカムロ町でいくつも難事件を解決してきたと伺っています。この依頼を完璧に果たしていただける方だと。どうぞよろしくお願いしますどんどんハードル上げられていくね、多忙。では八神氏、何か理事長にお聞きしたいことがあればどうぞ。お、いいね、ベテランの仕事ぶり。早速勉強させてもらわなきゃ。なんかやりにくいな。まあでもそれじゃあ。理事長がわざわざ探偵を雇う理由、聞かせてもらえません？それはですから、深刻化する前にいじめを見つけたいからです。先生方が目を光らせてるだけでは足りないと。ええ、あいにくそれだけでは少し心配でしてね。彼らの申告だけでは信用しきれないというか。もし調べた結果、いじめがあったらどうするんです？もちろん学校側で指導します。県にも報告しなければなりません。そうすると先生たちは仕事が増えちゃうよね。生徒に聞き取りしたり、いろんな書類を書いたりさ。それが嫌で報告しないなんてこともあったりして。ええ、残念ながらあるでしょうね。ただでさえ仕事の多い教師たちが進んでいじめを見つけ出したいかといえば、できればないに越したことはない。じゃあいじめ見つけたらボーナス出してやるってのはどうだ？進んで見つけたくなるぜ。さすがにそういうのはまずいんじゃない？いや、一案かもしれませんよ。まだ完璧ないじめへの対処法というのはどこにもないんですから。理事長も好きですかね、北京ダック。ん？ええ、まあ。よかった、俺も好きなんです。あの甘辛いソースとパリパリの鶏皮感っていうんですかね、控えめに言って最高です。八神氏、遠慮は体に毒ですぞ。追加でオーダーしておくので、今は仕事の話に集中してくだされ。おい、恥かかせんなよ、多忙。さっきはなんとなくうやむやにしちゃったんですけど、今日町でお宅の生徒とやり合っちゃって、そのことはもう大丈夫ですかね？ええ、その話はもう聞かなかったことにしますので。おう、ただこれだけは言っとくぜ。同じ状況に出くわしたら俺はまた連中を締めっからよ。遠慮する気はねえ。相変わらずだね、八神探偵事務所は。奥田さんはさっき先生方の申告を信用しきれないって、そんな風に言ってましたよね。人のやることですから、見落としや勘違いでいじめに気づかないこともあるでしょう。もう少し含みのある感じに聞こえました。そうでしたね。確かに。何かあるんですか？なんと言いますか、実はもう4年前になりますが、うちの高校で生徒が一人自殺をしています。自宅で首を吊って。それはいじめが原因で？いえ、第三者委員会を設置して調査をしました。いじめの事実は確認されてません。裁判所も同じ判断でした。裁判所？自殺した生徒の保護者から訴えられたんです。学校でいじめがあったんじゃないのかと。ネットには確かにそういう書き込みがあって、とはいえ他に客観的な証拠はなく、結局裁判所もうちに責任はないと言ってくれたんです。実際に理事長の目から見ていじめはなかったんですか？なかったと信じたいです。ただ正直そう言い切るには私と現場の距離は遠かったように思います。今本校に通っている生徒たちも私の目には問題ないように見えます。みんなまだ幼いものですよ。しかし例えば2月ほど前、教育実習に来てた学生が心を病んでしまったのか突然来なくなりました。なんだそりゃ、生徒にいびられたってことか？さあ、もしかしたらそうだったかもしれませんが、未だに彼のことは分からずじまいです。生徒らとなかなかうまくやっていると思ってたんですがね。その後ご家族の方で捜索願いを出したと聞いています。とにかくそういうわけで、皆さんにはどうか見えにくい学校の影へ光を当てていただきたい。それが私の今回の依頼なんです。お話を伺っていろいろ分かりました。とりあえず仕事の話はこんなとこか。そうですね。あとは実際に現場を見てみませんと、その時またお話を伺うかもしれません。それはもちろん。よし、じゃあもう食っていいな。何今まで遠慮してたみたいに言ってんの？気にせず食べてたくせに。そいつはどうだろうね。よー兄さん、スイカだ。こっからが本番よ。厨房は温まってんだろうな。ここそんなに安い店じゃないよな。ご安心くだされ、八神氏。今夜はお二人の歓迎も兼ねてご馳走しますから。マジで？あ、じゃあ俺も追加で。いやー、初日からご苦労様でした、八神氏。先ほどは細かい話も出ましたが、要は星稜高校でいじめの事実を見つければいいのです。ああ、学校に隠しカメラを仕掛けるって言ってたな。ええ、数に限りがあるので明日仕掛ける場所を探りましょう。校内へは空調整備に来た業者の手で潜入するつもりです。つなぎでも切ろってのか？実はもう人数分作業服を用意してありますよ。今回の仕事で我々の調査を承知しているのは理事長一人なので、生徒や他の先生方の目をごまかさなくてはなりません。分かったよ。まあいい、今日はこんなとこだ。それもそうですな。では八神氏たち、これからはここを自分の事務所だと思って自由にお過ごしくだされ。僕は夜行性ゆえ、この時間からが本領発揮なのです。気にせず八神氏は明日に備えてくだされ。寝床はそこのソファーが見た目以上の寝心地ですぞ。八神氏、昨日言っていた業者風の作業服を用意してありますぞ。星稜高校へ行く前にスタンバイしてくだされ。サイズはバッチリのはずです。八神氏の体のことは完璧に把握しておりますゆえ。だろうな。つくもの仕事に不満だったことはないよ。あいつら。何カッコつけてんだ、妙な貫禄出して。星稜高校へはこちらからタクシーで参りましょう。おのおの方よろしいですかな。今回の依頼はうちにとっても八神氏にとっても今後大口案件になる可能性があります。絶対に成功させましょう。来る依頼に重いも軽いもねえ。どの打席でもフルスイングがうちのスタイルだなあ、タボ。だね。じゃあ早速行ってみようか。空調のメンテナンスでしたよね。理事長から伺っています。ご案内は無用ということでしたけど。ええ、お気遣いなく。なんか金のある学校って感じだな。私立の進学校だからね。今は休み時間か。とりあえずはざっと校舎の構造をつかみたいですね。校庭に出てみましょう。そこから全体を見渡せそうですぞ。学校の作り自体はさほど特殊ではありません。教室棟にあれが体育館ですな。用意してる小型カメラはいくつあるんだ。20台です。その映像は全て僕の PC 上で確認することができます。4人で手分けして仕掛けるか。バラバラで動いてあまり目立ちたくないな。部外者が1人でいると何してんだって注目されやすいじゃん。でも2人組ならそうでもなくなる。さすが八神氏。こんな話を聞いたことがありますよ。詐欺師が偽警官なんかを装うときは大抵2人組で現れるそうです。すると相手がよほど用心深くない限りまず疑われないようで。つまり僕も八神氏の案に賛成です。よかったなタボ、詐欺師の才能があるってよ。じゃあ俺と海斗さん、つくもと杉浦で10台ずつ手分けだな。カメラってのはこちらです。150度の広角レンズで浅く広く監視ができます。これをいじめが起きそうな場所に仕掛けていってください。先行の死角になるようなところってことだよな。任せとけ、俺はその辺鼻が利くぜ。そこを威張って言えちゃうのが海藤さんだよね。そんなに褒めるな。よし、ほんじゃまいろいろ見て回ろうか。そうだな、俺らはこっち、スクモたちは逆から行けや。了解。よう、俺らが取り付けるカメラは10台しかねえ。仕掛ける場所は慎重にな。おっと待て待て、ここはいいぜ、下駄箱だ。青春のドラマが起きる舞台じゃねえか。ドラマってあるものはラブレター、またあるものは決闘の果たし状を相手の下駄箱に忍ばせる。それはなんか時代だね。いいからまずはここだ。なるべく死角がないように3台仕掛ける。ここでいきなり3台。学校で死角になるような場所なんてそんなに多かねえ。だがここの下駄箱は俺のアンテナにビンビン引っかかる。そっか、まあ分かったよ。こちらつくも、八神氏、早速カメラを仕掛けましたな。こちらでしっかりモニターできています。その調子でお願いします。分かった、そっちもよろしくな。ええ、こちらはまず体育館裏に仕掛けました。続いて教室棟へ向かいます。了解。よし、先行くぞ、ターボ。この回はあいつらに任せるか。ターボ、俺らは上だ。あ、いいよ。おお、階段だ。ここも学校の資格だぜ。よくいじめられっ子が突き飛ばされたりするわな。そんなしょっちゅうあることじゃないでしょう。まあでも確かに資格にはなってるか。だろ？見通しが悪く教師の目に留まりにくい。いかにもいじめの現場になりそうだぜ。なるほど。よし、早速一台仕掛けるぞ。よし、それじゃあ上の階だ。矢上氏、今2階ですかな。うん、これからカメラを仕掛けるところだ。我々はもうすぐ1階に仕掛け終わるところです。その後は東棟に向かいます。東棟の方は我々に任せて、矢上氏たちは2階と3階を中心に仕掛けていただけますか。うん、分かった。ターボ、手分けしようぜ。俺は2階をやるから、お前はここより上を頼む。了解。お、なんだ兄ちゃん、今取り込み中なんだ。後にしてくれるか。校内禁煙ですよね。こんなところでサボって吸ってちゃまずいんじゃないですかね。あ、見られてた。悪いんだけどさ、内緒にしててくれる？いいですけど、その代わりここどいてもらっていいですか？わかったわかった。くれぐれもこのことは内密にな。海藤さん、3階は仕掛け終わったよ。おお、こっちも死角になりそうな場所は一通り仕掛け終わったぜ。だが2台余っちまってよ。この廊下にも1台いっとくか。意外とここも教師の死角になりそうだぜ。なあ海藤さん、教室の中は仕掛けなくていいのかな。いじめってやっぱほとんど教室の中で起きるんじゃね。そうだろうな。だがよ、カメラの台数より教室の方が多いんだからしょうがねえ。できる範囲でベスト尽くすのがプロってもんだ。そりゃそうか。思ったより考えてんだね。廊下をざっと見渡せるようにカメラを仕掛むんだ。真ん中あたりの天井がいい。教室の出入りが一目でわかる。よしタボ、天井に仕掛けるぞ。お前が上だ。はいはい。さあ、これ別に今やらなくてもよかったな。後で授業中にやるとか。みんなこっち見てるよ。今さらおせえ。いいから堂々としてろ。ん？よう、今のやつら見たか？昨日スマホで洋食屋を煽ってた連中だ。海藤さんも気づいた。2年2組か。いじめを探すなら有望なクラスかもな。よし、あの教室に最後の1台仕掛けようか。ああ、ただなるべく連中に顔を見られねえようにな。行くぞ。ご苦労様です。今日は空調の点検か何かですか？え？あ、お、おお。すいません、すぐに終わりますから。そうですか。いえ、何も事前に聞かされてなかったものですから。それは俺らもです。こんなお綺麗な先生がいるなんて。いつもの方と違うんですね。それに空調の点検なら先月やったばかりだと思うんですけど。そう言われてもうちは呼ばれてきただけですから。職員の沢と申します。ここは私の担任するクラスです。失礼ですが、誰があなた方を呼んだんです？それがお前らのやり方か。うん、そういうことですか。は、なんです急に。人を呼びつけ作業させときながら不審者扱い。何も聞いてないのはそちらの伝達ミスでしょう。この学校はそういう態度で外部の人間に当たるわけなんですね。わかりました。でしたら撤収させていただきます。え？私も長いことこの仕事をしてますが、こんな扱いは初めてです。1分もあれば終わる作業ですが、もう結構。でもまた出直してこいなんて言わないでくださいよ。そちらの上の方にもこの件はきっちり報告しておきますので。あ、ちょっと待ってください。1分で終わるんですか？お望みなら40秒で終わらせます。そうなんですか。いえ、もし本当にその程度で済む作業なら確かにやっていただいちゃった方が。この若造がやれば40秒、俺がやったら35秒できっちり仕上げます。そうだったんですね。じゃあごめんなさい。やっぱりお願いします。いや何、ちょっとした行き違いがあっただけです。雨降って地固まると言います。まあ、はい。いやいや先生、元気出してくださいよ。お美しい顔が台無しです。私のタイプのそのお顔が。はあ、うん、作業はすぐ済ませますから。すいません、どうも。これで完了です。いや、どうもお邪魔しました。失礼します。仕事で来てんだからさ。今の彼女、昔憧れてた先生に似ててよ。俺には数少ねえガキン頃のいい思い出なんだ。なんだよ急に。俺が悪者？分かってるって。ちゃんと仕事に集中する。こちらつくもです。八神氏どうぞ。ああ、こっちは全部仕掛け終わったよ。我々の方も仕掛け終わりました。海藤さんと体育館へお越しいただけますかな。今ちょうど誰もいません。そこで仕掛けたカメラを見ながら今後の調査方針を検討しましょう。分かった。体育館だな。お疲れ様。カメラは前期正常に作動中。じゃああとはそいつで監視するだけってことか。かもしれません。時に八神氏たち、一クラスだけカメラを仕掛けた教室がありますね。何か理由でもあるのですか？昨日俺らが町で指導した連中がいたんだ。要注意の問題児だと思ってさ。なるほど。今のところは特に異常なさそうですが。しばらくは様子見か。けどもしこの学校にいじめがあんなら確かにこれで引っかかりそうだな。学校ってとこで吸うタバコは格別だね。この背徳感っつうか。今日はちょいちょい浸るね、海藤さん。まあ俺が通ってたのはこんなご立派な学校じゃなかったよ。1年で中退したし。おっと、マジか。もう見つけちゃったよ。どうした？これはヤガムシたちの仕掛けたところですね。2年2組の教室です。やっぱりあの連中だ。やられてんの女の子か。おい、なんだこいつら。うわ、なんか手に落書きしてるよ。油性マジック？ようタボ、行こうぜ。あいつらぶん殴ってやる。こんな胸くそ悪いもんほっとけるか。ああ、そうだな。またヤガムさん。ん？終わったみたい。奴ら教室出てくよ。くそ、周りの連中も何なんだ。みんな腫れ物に触るみてえによ。なんで誰も助けねえ。行ってみよう海藤さん。この目で現場を見ておきたい。ああ、僕らは依頼人に報告を入れておきます。こんなに早く見つかるとは思いませんでしたが間違いないですね。結果から言えばこの学校にいじめはあったというわけです。どう対処するか理事長と相談しなければなりません。タボ、さっきカメラに映ってたのあの子だぜ。近づいて様子を見てみよう。こちらつくもです。八神氏、どうぞ。ああ、どうした？今依頼人に報告をしたところです。お二人も来てください。東棟の3階に理事長室があります。了解。どうぞお入りください。あれ、あ、さっきの。いや、これは沢先生でしたよね。先ほどはどうも。皆さん探偵さんですか？八神さんと海藤さんです。こちらのお二人のこともどうか内密にお願いします。そうですか、わかりました。担任の沢先生には全て事情を説明しました。八神さんたちもどうぞおかけください。やっぱり。でもこんなに深刻な状況だったなんて。いじめられてるのは幸田真美さん、間違いないですか？ええ、彼女も周りにいるのもみんなバスケ部の子たちです。その仲間内でいざこざがあったのかな。先生もうすうすは気づいてたんですか？幸田さんの元気がないことはもちろん。まあなんだろうが、連中を停学だが退学にでもすりゃいい。この映像が動かぬ証拠だ。それはさすがに急でしょう。あとこの映像を証拠とするのはちょっと問題があります。確かに学校が生徒を隠し撮りしてたなんて言えませんもんね。そして加害者側の生徒たちもまだ子供です。そちらの将来は慎重に考慮しなくては警察はいけません。理事長はこのいじめをなかったことにしたいんですか？ああ、昨夜は必ず対処すると言ってたがな。もし隠そうとおっしゃる気なら私にも覚悟があります。隠そうだなんてそんなことは言ってませんよ。ならすぐに手を打たないと。幸田さんがどれだけ追い詰められてるか誰にも分かりません。それこそ今日自殺する可能性だってあるかもしれない。理事長、いじめは被害者と加害者を物理的に遠ざけない限り当事者だけでは解決しないそうです。第三者が入っていかないと。何かの本にそう書いてあったんでしょうね、つくもさん。でも私の経験上、いじめ被害者というのは自分がいじめられていることを人に知られたくないんです。家族にも友達や知り合いにも。だからいじめを受けている子が助けを求める時にはそれはもう大変な勇気を振り絞っているんです。なのに第三者の我々の方から「いじめを受けてるね」と声をかけていいのでしょうか？でも、いや、理事長の言い分もわかる。騒ぎ立てることでかえって幸田さんを傷つけるかもしれない。なんだよ、らしくねえな多忙。目の前で人が溺れてんのに助けねえ理屈なんかねえだろ。だからさ、要は大っぴらにしないでいじめをなくせばいいんだろ。あのクラスで起きてることはあのクラスの中で解決させるんだ。ああ？すみません、あなたは探偵ということでしたよね。八神です。いじめをなくすってずいぶん簡単そうに。どういうお立場からそんな大口を叩いてるんですか？何か賞賛があって言ってるの、八神さんは。多分ね。さっきの動画もう一度出せるか？ええ、もちろん。俺はこの映像の中にいじめを止められる存在がいると思うんだよな。どういうことです？私なんかには分かりません。名探偵にご教授いただきたいです。そんなチクチクした言い方。いや、それなりの覚悟で物言ってもらうぜ。いじめを止められる存在ってのは何のことだ？あの教室に仕込んだ隠しカメラ、その映像をネットで拡散させたら大きな反響があるはずです。おたまむれよ。そんなことをしたら大ごとになります。幸田さん本人がそれを望むとは思えませんし、私は謝罪会見することになりますかね。探偵まで雇った挙句、結果はこれ以上ないほど最悪というわけですか。よう、どうなんだターボ、依頼人的には NG っぽいぜ。そうみたいだね。ちょっと考える時間もらおうかな。いじめ被害者の幸田さん、彼女がまずこの状況から抜け出したいと意思表示しなきゃ。だからその勇気を振り絞ることがどれだけ大変か、さっき理事長が言ったはずです。それまでずっと指くわえていじめを見てんのか？おい、これじゃわざわざカムロ町から来た甲斐がねえぞ。分かった。今のはちょっと違ったかな。言い換えるよ。いじめを傍観してる生徒たち。ただ今はみんな見て見ぬふりしてる。そりゃいじめやってる連中は数も多いし、下手にかばったら次は自分が標的だもん。高校生にもなるとその辺まで頭が回るんだよ。大人と同じようにね。あ、じゃあクラスみんなを巻き込んで学級裁判を開くとか。八神さんの言いたいのはそういうことですね。しかしそれだとかなり大っぴらにいじめと向き合う場になりますよね。それこそ幸田さんを傷つけかねない。どうなんですか八神さん。俺が言いたいのは周囲が何も言わない状況、それがいじめっ子たちを勢いづかせてるってことです。傍観している生徒たちは女の子がいじめられてるのに何もしてません。無関心でいたり気づいてないふりをしてる。それが一番安全だからです。けど本当は見てて気分が悪いはずなんです。ああ当たり前だ。もしみんながそれをはっきり口に出して言えれば、いじめをしている連中に気づかせることができます。クラスの中で自分たちこそが和を乱す裏切り者だとすると、次は彼らが群れの制裁を受ける身です。その時自分たちを危険にさらしてまでいじめを続けるかどうか。ええ、そうかもしれませんが。うん、だとしたら俺たちは何をすりゃいい？あの教室の傍観者たちに声を出させてやるんだよ。俺たちはその唇を切るだけ。大事なのは最初の第一声なんだ。どういうことなの？つくも、急ぎで小型のスピーカーを何個か用意できないかな。それをバレないよう教室中に仕込む。調達はもちろんできます。ただ僕はまだいまいち八神氏の計画が理解できていません。かもな。正直俺もうまくいくかわからない。でもやってみる価値はあると思う。いいでしょう。わかりました。では放課後には戻ってきますよ。探偵さんが何する気か知りませんけど。いいですか理事長。私はこのまま何も見なかったように済ませる気はありません。それだけははっきり言っておきます。以前うちで生徒が自殺してしまったと言いましたね。当時澤先生もすでにこの学校の教壇に立っていました。何が原因だったにせよ身近な生徒の自殺を防げなかったことに今も傷ついてるんです。そうでしたか。私は本校の理事長として彼女を失望させたくありません。よろしく頼みますよ八神さん。いかがです？問題ないですかな、八神氏。ああ、生徒たちはぼちぼち帰ったみたいだ。お渡ししたスピーカーはお手元にありますね。もちろん。こっちの期待通りの品だよ。ありがとな、つくも。いえ、その言葉は全てうまくいった後に取っておいてください。教室の方はどう？誰もいない？ 2年2組ですね。確認してみます。ん？おかしいですな。どうした？教室のではないんですが、1台隠しカメラにトラブルのようです。教室棟の2階階段。故障ってこと？いえ、信号は来ていますので、レンズの前が何かで塞がれてしまったのかもしれません。分かった。どうせ通り道だ。ちょっとそのカメラも見てくよ。どうですか八神氏、何か異常は？どうかな。ん？これなんだ？何です？レンズにシールが。あ、八神氏、後ろに人が。あら先生、この人ですよ。隠しカメラを仕掛けた犯人、盗撮魔です。隠しカメラを見つけた場合、根本的な対処法はそれを回収することじゃありません。レンズの前を隠すんですよ。すると不具合に気づいた犯人はカメラを直すためにのこのこ戻ってくるというわけです。分かったから、天様、お前は下がったろ。おい、そこで何してる？だから盗撮魔ですって。どうやらその女子は手だれですぞ。まんまと罠にはめられました。先生、ほら早く捕まえましょう。ちょっとこら！え？これはちょっとまずい状況なのでは？ああ、分かってるって。Shit turned into Assassin's Creed real fast, didn't it? Am I going up or down? Hold on, let me grab this right here.Bro, she called bro a pervert. We came out with that bat. All right, so there we go. That shit look that shit look crazy right there.矢上氏、正面に体育館の屋根に登るはしごがあります。ひとまずそこに向かってください。分かった。Alright, should be easy enough. I'm gonna end up. 矢上氏、学校から警備会社に通報されてしまいました。これから応援の警備員が駆けつけてきます。そっか。とりあえず了解。I'm gonna have to beat somebody's ass. Once we open up the long mini games, I'll be able to play the side quests and stuff. Probably by the end of chapter 3 is when they start opening up all the mini games and shit. Is that a drone? 屋上へ着いたようですな。さっきからどこで見てるんだ？ドローンですよ、矢上氏。人のいない移動できそうな場所を見つけました。その屋根の上からドローンを目印に教室棟に向かって飛び降りてください。できるだけまっすぐに思い切って飛ぶのですぞ。たく簡単に言うよな。All right, hold on. Long jump. Way out.It? I thought it was gonna be way more cinematic. Yagami-shi, もう何人か警備員がついたようです。脱出できそうですか？なんとかするよ。でも例の教室にスピーカーを仕掛けてからだ。え？いや、しかし警備が厳しくなる前に済ませりゃいい。脱出はその後。本気ですか？大丈夫。要は警備に見つからなきゃいいんだし、俺にはつくものサポートもついてるだろ。そんな風に言われると弱いですね。了解です、矢上氏。横浜99課の名にかけて任せてくだされ。ではミッションスタートですぞ。ここは慎重に行こう。先ほども申した通り、八神氏が安全に目的地にたどり着けるよう私がナビゲートします。ですから無線はこのまま切らずにいてください。分かった、頼んだぜつくも。They got all these security guards to catch me, but y'all ain't got none for these bullies whooping these kids' asses, do you? Kusso, 2年2組はすぐそこなのに。仕方ありません。別のルートを探しましょう。少々お待ちくだされ。八神氏、このルートは諦めて屋上へ向かいませんか？そうだな。警備員がいなくなるのを待ってるのも時間が欲しい。屋上へ行ってみるか。ほう。なんだよ、ここも当選簿か。申し訳ありません。どうやらそこは死角だったようです。参ったな。八神氏、その場所に警備は何人いますか？ん？一人だけだけど。一人ですか。であればそこの警備にはどいていただきましょう。何か策があるのか？八神氏に以前渡したあれを使う時が来たようです。あれってこのボールのことか。一体何に使うんだ？防犯用のカラーボールのようなものですよ。そのボールに粉末や液体を入れてターゲットに投げつけて目をくらませるのです。なるほどな。で、中に何が入ってるんだ？ただの胡椒です。おいおい、そんなんで本当に大丈夫か？まあまあ、ものは試しです。騙されたと思って投げてみてくだされ。そういうことか。Excuse me? すごいな。効果はバッチリだ。そのようですね。八神氏、ボールには1回分の素材しか入れられません。あとは現地調達でお願いします。ああ、わかった。Can we sneak? There's a ladder this way. Is that what we're doing? There's a big ass ladder right here. Can we just climb up the ladder? Because I see the security guard sitting over there with them two kids. No, you cannot. No, you cannot. Okay, yeah, going way out because they turn and then they look for a second and they turn back, and that's where we gonna go. If I run, okay. もう聞こえるか？このまま降りていくと例の現場に戻っちまうよな。八神氏が盗撮魔扱いされた2階の踊り場ですね。はい、その通りです。今現場がどうなってるかわかるか？調べてみましょう。八神氏をはめた手だれの女子はいませんね。集まっていた野獣馬もいなくなったようです。お、ならいけそうか。警備が一人配置されていますが、矢上氏ならやり過ごせるでしょう。ああ、一人くらいなら楽勝だ。Yeah, man, I accidentally threw a coin instead of... I mean, it worked out, but I didn't mean to do that. I'm gonna be honest. We go with the pocket tissues. We had a side quest where some dude had diarrhea in that bathroom. We had to keep getting them pocket tissues. All right, so the smokescreen powder, you only, what you need, one of these?お前のおかげだよ、つくも。じゃあこれから例のスピーカーを仕掛ける。わかりました。そっちからスピーカーに声くれる。あー、テステス。こちらマイクのテスト中。本日は晴天なり。あー、テステス。いいね。さすがつくものスピーカー。すぐそこにいるみたいだ。これで仕込みは OK なのですか？ああ。やれることはやったと思うよ。お？ストップ！ちょっと待った。誰かヤックンたち呼んでこい。さっき不審者がいるって警備が騒いでたよ。まだこんなとこいたんだけど、なんか見た顔だと思ったんだよね。昼休みの時にさ。てめえ昨日のやつだな。俺のスマホ取ったろ。たっぷり弁償してもらわなきゃな。大丈夫ですか、矢上氏。せっかくここまで来たのに。大丈夫。うまく切り抜ける。てめえ、何うちの学校に入り込んでんだ。誰なんだよ。何にも答えねえんだ。マジで不審者じゃん。上司の体操服でも盗みに来た。なんだよ。じゃあこいつ好きなだけボコっても OK なんだ。だね。俺ら変態捕まえたヒーローになれるよ。やった！俺一回人の骨ぶち折ってみたかったんだよな。お、何やね。やっくん、こいつ結構やるから。みんなで一斉に行った方がいいよ。やっちまえ！マジか。やっべ。離すなよ。いの入った変態じゃねえか。 Yo, ain't no way! ここで捕まったら変態扱いですぞ。ニュースの見出しはセックスオフェンダーになります。冗談じゃねえ。 What? やるしかねえか。 Ain't no, why I listen to these. Look, these students, them two dudes is big as fuck. They look grown as hell. And they at least 30 each. Ain't no way those two big ass dudes are students. This game, this episode had a lot of cutscenes. If this is the first time you're watching me in one of the Yakuza games or series spinoffs, bro, I'm telling you, it's a lot of cutscenes. And we stick to the Japanese to be consistent with all the games in the series, just so you know. Wait. You got boss energy and shit. Matsui, you are trash. Oh my god, he just came around and just punched me in the ear. Man, I'm tired of getting knocked down and having to push X on here. God damn! Yo, every punch is a stun. Ain't no objects that can pick. Oh yeah, you can hit all the enemies at once. You gotta play this shit twice for the platinum, because once you beat it the first time, it unlocks legend difficulty. Get this guy. Let's see. Yo, can I take an item? Take an item. Holy shit. Luckily, you don't take the items in real time. I'd have been cooked. I could have probably saved my HP, bro. I could have saved my HP. The item, I used it. Yeah, それよりもう消えましょう。八神氏はそのまま一人で脱出を。僕たちも順次校内から離脱します。 うちの事務所で落ち合いましょう。うん、わかった。しかしターボーが変態で捕まりかけるとはな。そんなドジ踏まないって俺は。いじめっ子連中はいい気味だったね。もっとギタギタにしちゃってもよかったんじゃない？そしたらもう幸田さんもいじめられないし。 何でも拳で済ますんじゃないよ。それでよしとしてんじゃもうこの手の依頼は来ないね、杉浦君。八神さんがそれ言う？するとやはりあそこで仕掛けたスピーカーたちがものを言うわけですか。ああ、期待通りに行くといいんだけど。まあやることやったんだろう。あとは明日天命を待とうじゃねえか。よう、たまには一緒に飯行こうぜ。じゃねえってこうだ。早く行くよ。今日マッツは朝からむしゃくしゃしてんだから。私はいいよ、ここで。は？何逆らってんの？じゃあこれは没収ね。ほら早く行こうぜエロ女。それともやっぱ食欲より性欲か？本能むき出しできてんのな。ほーら待てよ。なんでそんな鈍いの？一緒に飯食おうって誘ってやってんじゃん。うっざ、いちいち呪い。ああ気分悪いな。飯がまずくなるよ。おい誰だ今の。俺じゃないって。気分悪いって俺たちのことか？そんなの当たり前じゃん。他に誰がいいんだよ。ああ、俺もそう思ってた。だよな。なんだ。毎日毎日女の子一人にご苦労さん。あれでいい気になってんだからめでてえよな。何みんな。ちょっとこいつコーダだよ。エロ女に味方すんの？コーダさん大丈夫？そんな奴ら無視しなよ。バカっぽい悪口だよな。エロ女だってさ。いや、清純派はご潔癖ですな。なんだのねえ。ヒステリーはみっともないな。それじゃあモテないよ。はあ？何見てんだ。なんか言いてえことでもあんのかよ。あるに決まってんじゃん。まだ気づいてねえの。確かにさ、お前らいい加減にしろよっていうか。そうだよ、それほんと何様だ。もう高田に構うなよお前ら。そうだ、高田さんに近づくな。やっと言えたじゃねえか。せいせいしたぜ。お前らはよそで飯食うんだろ。早く出てけよ。おー、確かに言ってた。出てけ出てけ。よーし行け行け。なんだよお前ら急に。おいマッツ、これってもう行こう。くそ。すごい、あの子たちがこんなにまとまるなんて。みんな分かっちゃいるんですよ。自分たちが見過ごしちゃいけないもんに声を上げずにいたって。大人だってそういうことあるでしょ。八神さんはこれを狙ってたわけですか。集団心理に傍観者効果って言葉があるそうです。ある事件に出くわした時、自分以外にも傍観者がいる中で人が思うことは大きく3つ。他の人がやらないなら緊急性はない。他の人がやらないなら自分だけやる必要はない。このぐらいのことで行動を起こすのは恥ずかしい。結果誰もが動かない、ただの傍観者になる。でもそんな時一歩前に出て声を上げられる人がいれば、俺はきっと潮目が変わるんじゃないかって思ったんです。ほらペンギンの群れも海に飛び込む前はみんな尻込みしてるけど、最初の1羽が行くとどっと続くでしょ。ファーストペンギンですね。未知なる海へ飛び込む最初のペンギン。それをアメリカでは敬意を込めてファーストペンギンと呼ぶそうです。つまり八神氏はあの教室にファーストペンギンの声を上げたと。これでいじめが解決したかは分かりませんけど、その取っかかりにはなるのかも。もういないから大丈夫だよ。ひとまず様子見にしませんか、沢先生。今は下手に大人から手を出さない方が。たまたまにしてはうまくいったみたいですけど、また何かあればやはり教師や学校が動くべきだと思います。そうですね、それはもちろんです。失礼します。おい、せっかくうまいことやったんだ。先生の顔も立ててやれよ。あのね、向こうは探偵ごときが教育に口を挟むなって言ってきたんだよ。いや、これはとんだ失礼よ。しかしお見事でした、八神さん。この年になって面目ないことですが、本当に勉強させていただきました。いや、まあそんな。やったね、八神さん。やはり僕の目に狂いはなかった。さすがですぞ。ん？すいません、ちょっと。はい、八神です。白崎です。八神さん、今少し大丈夫ですか？ああ、いいけど。至急でお願いしたい仕事があります。うちで抱えていた裁判の件で。ああ、沙織さん、それなんだけど至急ってことだとまずいかも。今俺ら神室町じゃないんだ、横浜に来ててさ。え、そうだったんですか？杉浦たちがこっちで探偵始めたんで、その手伝い。まだ現場なんだ、星稜高校ってとこ。あれ、沙織さん、聞こえる？星稜高校というのは偉人町に近いあの？ん？そんなに有名？2ヶ月前にそちらで教育実習中の大学生が失踪しています。ある日突然。ああ、そういえばそんな話聞いたかも。彼は星稜高の卒業生で、つまり母校に戻って教育実習をしていたんです。ちょっと待ってよ、なんで沙織さんがそんなことを？実習生の名前は三越柴博。先日他殺体となって発見されました、偉人町の廃ビルで。え？腐敗が進んでいましたが、先ほど神奈川県警が身元を断定しました。間違いありません。先ほど？何の話してんだ？ですが、その死体が三越柴であると事前に言い当てた人物がいたんです。私が弁護してた江原という痴漢で、現役の警察官です。2ヶ月前、三越柴が失踪したまさにその日、駅で現行犯逮捕されました。じゃあそいつが殺しもしてたってこと？いえ、まだ被害者が生存してた時刻、江原は都内の駅に向かっていました。そしてそのまま痴漢で逮捕され、今も勾留されてますから。つまり殺しについてはアリバイがあると？ええ、しかもつい先日、江原とは別の誰かが発煙筒で三越柴の死体を発見させるように仕向けています。そちらが殺害の実行犯でしょう。ただし江原とも何らかのつながりがあったはずです。ああ、でなきゃそいつに死体の身元は言い当てられない。そうです。江原は現役警官として痴漢を働いただけでなく、その裏で殺人犯と関わっていたことになります。でもそいつの動機は？4年前に江原の一人息子が自宅で首を吊ったんです。やはり星稜高校の生徒でした。それを江原は息子の同級生だった三越柴のいじめのせいだと考えています。息子の仇？それで誰か人を使って復讐したってことか？その可能性があります。ですから八神さん、今回調査をお願いしたいのは三越柴殺害の真相についてです。これまで私は江原をただの痴漢としか見ていませんでした。でも彼がそれを三越柴殺害と同じ日に起こしたのには何か意図があるはずなんです。そりゃ確実なアリバイを用意するためじゃないの？でないと怨恨の線で真っ先に疑われるわけだから。そのためにわざわざ痴漢なんて、アリバイを作るだけなら他にいくらでもやりようがあったはずです。要するに弁護人として私は江原に対して何か重大な見落としをしている可能性があります。そんな状態で法廷に判決を出させてしまったんです。このまま見過ごしてはおけません。私はあの日起きた痴漢と殺人を2つで1つの事件として見直したいんです。分かった。じゃあ何から始める？もしかしてそちらは今星稜高校で聞き込みができる状況ですか？そうであれば失踪直前の御子柴の様子や他にもそこでしか手に入らない情報があると思うんです。もうすぐに動いちゃっていい？ええ、正式に仕事として依頼させていただきます。了解、引き受けた。仕事が途切れずにあるって最高だね。